私はここに残る。800年という年月を経た臣民の霊を弔い守り続ける。この果てしない極楽世界をわらわと共に生きよう。人は守るべきものがいると強く思う。大切な人を守るためには時として辛い選択もしなければならない。命は海に浮かぶ船のようなものだ。あなたと日輪の城を守るためにも私がこの永遠の苦しみを断ち切ります。天命とは何だ。天命とは不可知かつ不変なもの。そなたのような天命をうかがえるものでさ変えられぬというのか。我らは天命を選ぶものではなく天命に選ばれるものである。無理にでも変えようとして。天候に常に万物は天に順次進んでいく。あそこは危険極まりない場所。行けばそこまで帰ってこられるかどうか。これは天に従い称えること、天を制し利用すること、私は選ぶ。